バギーラタが女神、ガンガーを将来する図。バギーラタは、インド神話の登場人物である。アヨーディア、イクシュバーク王家の神話的な王で、ディリーパ王の子、アンシュマット王の孫。天上の川であったガンジス川を地上に将来したと、される。ラーマ王子の先祖にあたる。サガラ王の六万の王子たちは、カピラ戦によって滅ぼされたが、その魂は救済されないままであった。 しかしその後の王たちは彼らを救う唯一の方法、ガンガーを地上に降ろす方法を見出せなかった。そこでバギーラタはゴーカルナで厳しい修行を続けた。これをブラフマー神が認めたのでバギーラタはブラフマー神にガンガーの水によってサガラ王の王子たちが供養されることを願った。ブラフマー神はこれを聞き入れたが ガンガーの落下の衝撃に大地が耐えられないので、芝神に援助を求めるよう助言した。バギーラタは、ブラフマー神の勧めに従って一年間芝に祈り続けた。すると芝神はこれを喜び、ヒマラヤに座して、ガンガーの落下を自らの頭で受け止めた。ガンガーの水は、芝のほつれた紙を伝って流れ落ち、地上で6つの流れに分かれた。その、 つ土三つが、バギーラタの戦車の先導に従って流れ、地下の六万の王子たちの灰の上を流れた時、王子たちの魂は、供養されて昇天したとされる。ありがとうございます。